本当に。どうですか島崎さん、この見た感じは。いや、まあ想像通り、ほぼ想像通りって感じ。ほぼ想像通り。あと中はもうちょっとあれだね、あのセーフティーパッドはないとまずくない？ちょっとあのそうですね、うん、中の仕上がりはね。ね、うん。法的には大丈夫ですかね、セーフティーパッドなくて。どうだろう。帰ってき。それでね。これだけ。で、パーキングブレークもいらない。はい。これはあの姉のとこ、はい、これだけよ、うん、これを簡単に、うん、つけるように、うん、これはあれか、それを後ろに積んでおけるのかな、後ろに、うん、ですからね、ここはね、いつもはそれを後ろにね、貸してもいいですよ、うん、そうですよね、これも便利だと思います。これもこれはガラスじゃなくて、あ、これ貸さないです。すいません。はい、こっちはもう正式なのガラスで、あのトランクでね、これを全部連結した。あ、結構トランク広いよこれ。これもともとオープンタイプなんでしょ？バータイプ、ね。バータイプか。バータイプね。うん。うん。なんかアクセルとあれだけなんです。アクセルブレーキと。これはもう乗り換え行こう。これアメリカ行くやつ、うん、サンプルなんですよ。あ、サンプル、ええ、パトカーショーじゃなくてね、なるほど、うん、塗装の仕上がりなんかいいですね。これはいけないですよと、うん、話してもね、私がここに今いましたから、うん、私の責任でこれを全部今送りますものですけど、ね、私が今もういいですからこれを、うんうん、持ってくださいよと。これはガラスを先に外さないと下は温かないですよね、ちょっとね。これはっていうよりもプラスで見るか、いえ、これこうなるんだ、いらない、ああ、ただ持ち上げるだけで、あ、これピクッて、あ、なるほどなるほどなるほど、なるほど、これはこれで悪くないですね、うん、うん、ちょっと雨が少しね、うん、いるかもしれないですけどね、もうほとんど。なるほど。これはちょっと運転する。これはいいですよ。これ運転するがいい、はい。乗ってみたいです。運転してください。まず運転して。私ちょっと、ね、あのもう簡単ですから。漢字をちょっと確認してみたいよ。みんな運転してみたらいい。うん、いや、それもちろん。行ってみます。もう。ブレークが2種類ありますからね。それだけ。電子ブレークと。回線ブレーキがついてんの。ですから今、パーキングブレークが今はいらないし。それをちょっと見せてください。あそこで電子ブレークが外、はい、してくることね。で、キーオン。ブレークでは。吉田さん、エンジンかかりませんからね。OK。それで、D。D。D は前。バック、ポキバック。サイドブレーキないですか？サイドブレーキない。ないです。あ、結構悔しいね。次、バランス的に。いえ。それからだって。静かだ。テストコースがあっちにあるんだよ。なんで今の音？ここ通るの？ここ、この道通るの？おっと、止まったぞ。
なブレーキが立ってるから安全はいかない。どうしたんだ。坂道だからだね、なんかブレーキかかっちゃったな。エンジンブレーキの利きを確かめる。あら、帰ってきちゃった。